コアキャノンを破壊したか。連邦もなかなかやってくれる。ガルマ、木馬の位置を突き止めた。木馬とモビルスーツは今ネバダ基地でソアキャノンを攻撃している。こちらに来れるか。すぐにガウで攻撃を加えてくれ。こちらはラスベガスを通過中だ。ネバダには数分で到着する。感謝するぞ。ガルマ、お坊ちゃん育ちが身に染み込みすぎているな。私の憎しみがどれほどのものか思い知るがいい。少尉、ガウ攻撃空母は進路を変更、本艦の真上を飛行中です。地方一斉発射。お別れだ、ガルマ。撃て。ガルマ大佐、後ろから攻撃を受けています。艦を180度回転しろ。ガルマ、君の生まれの不幸を呪うがいい。シャア、どういうことだ。ホワイトベースはネバダ基地ではなくここにいるぞ。君はいい友人だったが、君のお父上がいけないのだよ。君のお父上デギンザビはジオンの支配者となるために一人の人物を殺した。スペースノイドの独立を解き、サイド3を解放に導いた人物、ジオンズム大君を。だが息子は始末しなかった。ジオンの息子キャツバル大君は長い年月このマスクの後ろに隠れていたのだよ。君の父上の罪をザビ家全員であがなってもらう。そしてこの復讐は君から始まるのだ。シャア、はかったな、シャア。死ねるか。私とてザビ家の男だ。無駄死にはしない。ジオン公国に栄光あれ。ガンダム、敵がホワイトベースに突っ込む気だ。もう離陸は間に合わん。一斉射撃でガウを撃ち落とすから流れ弾に当たらないように注意しろ。できれば奴が突っ込む前に何とかしてコースを変えてくれ。やってくれたな。君たちのおかげで生き延びれた。ブライトさん、それじゃあ休暇がいただけるってわけ。おいみんな、俺はまだ外にいるんだぜ。置いてきぼりにするつもりじゃないだろうな。なんだ今のは。攻撃を受けたのか。ちょっと待て、何か赤い光が。うわ、ホワイトベース、カイ、ガンダム、やられちまう。リュウ、いやあ、あれはシャアのモビルスーツ。総員大規模総配置、格納庫に敵が侵入した。ガ
ンダムは直ちに応戦しろ。この馬鹿げた追いかけっこをようやく終わらせることができそうだ。白いモビルスーツか。君にはこの前の戦いの例として連邦の試作モビルスーツが全滅するところをお目にかけよう。前はまあまあのようだな。この距離から私に命中させる自信はあるかな。ブリッジにいる味方に当てないでこの私を撃つぐらいの腕は持っているだろう。来い、白いモビルスーツ、これまでの決着をつけるとしよう。さらにできるようになったな。私のことをただ戦いが好きな男だと思っている君に戦争とは楽なものだろう。だが私はスペースノイドの独立という目的のために戦っている。なぜ連邦が戦うか分かるか。連邦は地球からコロニーを支配するためだけに戦っているのだ。していればすぐに肩がつく。やる。こうたびたび私を驚かせるとは。やらせ。ビームサーベルでとどめを刺されるのが君にはお似合いだよ。せいぜい生き延びるのだな。ジオン軍の行進を傍受しました。どうやらカリフォルニアベースからガウの攻撃部隊が発進した模様です。ジオンは我々を休ませてはくれんようだな。ホワイトベースの修理も終わったし、君が敵基地を破壊してくれたおかげで離陸できるようになった。また礼を言うことになった。ありがとう。ホワイトベースの全クルーへ、あなた方は我々に新たな闘志を与えてくれました。その勇気はこの地球を守るための戦争に大きな変化をもたらすでしょう。ジャブローから新しい命令を伝達します。ホワイトベースはヨーロッパ戦線に向かってください。我が軍は最大規模の反攻作戦の準備のためオデッサに集結しています。この作戦に失敗は許されません。速やかにレビル将軍機下の機動部隊と合流し遊撃任務に就くように。地球連邦のために機関らの幸運を祈っています。我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。今始まりなのだ。私の弟諸君らが愛してくれたガルマ・ダビは死んだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。次の君たちの任務はオデッサか。父の恨みを晴らすために始めた私の戦争も君たちのおかげでなかなか面白くなってきたよ。
私はザビ家を倒す。そしてあの白いモビルスーツもな。また会う時を楽しみにしているぞ。